目指すはね、やっぱり目のまつげにかかっちゃうとすごい嫌ですよね。はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さん、こんにちは。はい、今回は自分でね、あの前髪を、セルフカットを今日はあのお伝えしていきたいなと思うんです。実は私もこの前髪ね、ちょっとねこうやってニュアンスっていうとすごくねまだいけるかなっていう感じですが、結構ね家でパソコンとかの仕事してるとね、もうこのバッサリ感、このバッサリっていうと、もうギュッて上に上げてるか、最近のね動画ご覧の皆さんはわかると思うんですが、結構上に上げちゃってるぐらい、この辺が鬱陶しいんですよ。でやはりなかなかね美容室に行けないわっていう方で、この間染めをねやった時に前髪も邪魔ですっていうコメントもいただいたので、今日は前髪をね、簡単に、失敗しないやり方をやっていきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、皆さん用意するものはね、こういうコーム。最近ではなんか無印とかのアマゾンとかで買えると思うので、でまあ髪の毛をちょっと留めるものダッカールでもいいです。あとハサミで、こういうクロスで、クロスはもうなかったらゴミ袋とかでもいいので、ちょっとね机の上に置く感じでサクッと縛っていただければいいです。クロスをかけます。机の上にね、置いちゃいます。前髪がね落ちてきちゃうので、まず前髪ね乾いてる状態の方がいいです。こう濡れてから切ると結構ガンって、私短い前髪好きだから短くなるのいいんだけど、こう癖っ気の人ってバンって上がっちゃったりするんですね。なので軽くブローしてちょっと癖がね取れてる状態にしてから切ってあげた方がいいです。でこうやってね溶かして、まっすぐ溶かしてあげた時に、結構ねこうやって美容師さんがね切ってくれる時に、この角ね、こっから急に長いものがありますよね。ここを触るとだいたい黒目のね、だいたいねこの外側の部分に合わせて前髪を作ってる方が結構多いんですね。なのでこうやってね見た時に、ちょっとこう思った時に、あ、こっから長いなと思った時にね、ちょっと分けていただいて、でそこにピンをはめておきます。でそしたら今度こっち側もこっから急に長くなってるでしょ。なので長くなってるなーって思うところを持つと、だいたいこの辺っていうのができてきます。そうすると黒目の外側の部分の位置になっています。だいたいね美容師さんとかはね基本形でこの三角、ここのね三角形のベースの部分で前髪をね整えていくっていうことで、ちょっとこう私もラウンドしてる状態の前髪になるんですけど、相当長いです。で目指すはね、やっぱり目のまつげにかかっちゃうとすごい嫌ですよね。そうするとこの間ぐらいになるといいなっていう感じなので、ちょっとねかなり長いですかね。で結構私の場合は癖っ気で上がるので、最初ね少し5ミリぐらいね、切ろうかなっていう感じで見ていただけるといいと思います。でこうなるとここに厚みがあるとうまく切れないので、ここの半分、真ん中部分ですよね、真ん中部分をもう手でガバッと取っちゃってください。半分に分けます。ね、半分に分けちゃって、ここしポンと止めちゃいます。そうするとこんな感じになるんですけども、そうするとね、お分かりのように私すごい癖っ気がすごいあるので、このここを3等分に分けます。ここと、このね、多分ね眉毛、そうだな、目幅かな、目幅の目尻のところの幅ぐらいを3等分にして考えて、まずここの部分ね、
ちょっと取って5ミリぐらい切りたいので、少しね45度ぐらいで、ここ上げちゃうと上がってきちゃうのでね、こうやって上げちゃうと上がってきちゃうので、この辺ですね。であんまりね引っ張りすぎちゃうとキュッて上がっちゃうのでね、ある程度ピーンとした状態で、ちょっとね見えるかな、斜めにねこうちょっとずつ入れていきます。横にかばってやっちゃうと結構ね、こっちだけ上がったとかあっちだけね下がったとかになっちゃうので、ですごいねこの辺フラフラするんだったら、この指でちょっとね刃先を押さえてあげて、ここでこうやって切ってあげると、どうかな、そうするとこの辺まで短くなる、だいぶ短くなりますね。でももうちょっとよいしょ、短くでもいいかなと思ったら、また指で押さえて、ね、この辺の角度で、で今度横ですね。で横の部分はまっすぐこう指をしてたんですけど、ちょっとね斜めにします。うん、分かります。このまんま溶かした状態で指をスライドさせて、こっから横にキュッとだけ、うん、ちょっと斜めにしていったところでちょん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 って切っていきます。こうやって見るとね、だいぶ長さ違いますよね。そしたら今度こっち側、ここもまっすぐスライドさせたら、今度反対にキュッと斜めにします。で斜めにしたのを、切っていきますね。よいしょ、ちょっと今ね前髪が分厚くてガイドラインが見えない場合は、このうっすらね見える状態の時までちょっとね前髪が多かったので、もう一回分けちゃいますね。そうするとこうやった時に二重になってるとかありますよね。ここをめがけて、そしたらここもキュッとで斜めにして、斜めにしてこの余っているところですね。そうするとここにまた薄くガイドラインが見えてると思うので、そこに合わせて、でここの端っこですね、端っこはまっすぐ持ってきて、キュッ、見える、斜めので、ちょっとねこの指でここに当てると、これがフラフラしちゃうとねガタついちゃうんだったら、ちょっと指で、押さえてあげるようにしてあげると楽ちんかな。この薬指ね、そうするとそしたら今度こっち側です。こっち側ね、まっすぐ溶かしてちょっと斜め、ちょっとねお出かけの時とかにね、ちょっと前髪が少しだけ長くて鬱陶しいっていう時だけちょっと切ってあげてもね全然いいと思うんだけどね。
これちょっと覚えておくと少し便利です。で、前髪ってね、こうニュアンスあるからね、ちゃんとこう前美容師さんに切ってもらった方がいいと思うんですが、本当にね1ミリ2ミリで違ってきちゃうので、こうやってね、よいしょ、見ていた時にちょっとねギリギリで、ここからちょっとすいていきます。よいしょ。で、すいていく時はさっき持ったとこより1センチぐらい重たして縦に入れていきますね。よいしょ。さて、結構ね、あの切ってる伸ばしてる時、こう伸ばしてるので目にかかってるように見えますが、これ乾かすと上がっていきます。このぐらい、このぐらい切りました。はい、これが今ね切って、ちょっとドライヤーをね少しだけこう当ててやると、ちょうど、あ、毛ついてたちょうどね目と眉毛の真ん中ぐらいの長さになります。なので切った時は結構ね必死に伸ばしてるので、まっすぐねペターンとした状態なので、もうほんと目ギリギリぐらいのねところに目指して切っておいて、ブローでちょっとね丸く、少しこう丸みを帯びてあげると、このぐらいのちょうどね目開けた時に、眉毛こう隠れてないと嫌っていう方はこのぐらい、うん、もうねオンザ眉毛でもいいわって言うんだったらね、ガツッといっちゃってもいいんですけども、もう一番皆さんね、ここをこだわってる方っていうのは眉毛と目の間ぐらいっていう方が非常にね、美人ラインというところで多いので、まずここをねやってあげるだけで、ね、あの丸く切ってても上がるとね少しこういう感じねなってくると全然素敵でしょ。でも本当に最初45度でハサミをねこう切っていって、これがね横にパツンとやると本当皆さんこのここがねできないので、本当こっちだけ上がっちゃったとかこっちだけ下がっちゃったとかねなっちゃうのでね、ちょっとね斜め45度に入れてからね、長さをあこの辺だなって思ったら、今度軽さを出す時にまっすぐにね、まっすぐにね、ちょっと入れていきます。これはもう様子見ながら、あ、重たいなと思ったとこに縦に入れていく。これだけで失敗しない前髪ができますので、ぜひね、皆さん挑戦してみてくださいね。今日は最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタン押していただけると嬉しいです。またの動画でお会いしましょう。